健康学部の池田と申します。本日は快適な眠りと心象内機構ということでお話しさせていただきます。今日のお話は主に3つあります。睡眠中に体に起こっている生理的な変化ということと、年齢と睡眠の特徴、そして最後に心象内機構の観点から快適な睡眠環境について考えてみたいと思います。まず睡眠中の生理的な変化について。これは脳波の波形です。脳波は脳波形を用いて活動している脳の電気変動を記録したものです。客観的に睡眠を観察できます。目を閉じて安静にしていると、この早い律動のアルファ波が出てまいります。覚醒してリラックスしている状態です。このアルファ波の割合が減ってきて半分以下になると睡眠の第一段階と判断します。糸を紡ぐ紡錘に似ているということで、ちょっとわかりにくいんですけれども、紡錘波と呼ばれる脳波が認められると第二段階というふうに判断されて、この第一段階と第二段階の睡眠を浅い睡眠というふうに言います。周波数の低い振幅の高いデルタ波と呼ばれる、波形が出てまいりますと第3段階、さらにこのデルタ波の割合が増えると第4段階、この第3と第4の段階を深い睡眠というふうに言います。入眠から、1時間経過後に脳波は第1段階と同じような形にあるんですけども、筋肉が弛緩していて、早い眼球の運動が見られて、脳が動いていても体が休んでいる特別な状態になります。これをレム睡眠というふうに言います。通常睡眠は第1段階から第2、第3、第4と深い睡眠になりまして、これをノンレム睡眠と言いますが、その後にこのレム睡眠が出てまいりまして、これが一つの周期として大体90分かかると言われています。で、一晩のうちにこの周期を4、5回繰り返して朝になって目覚めるというような経過をたどります。深い睡眠はこの睡眠の初めの方、前半に集中していまして、後半になるとレム睡眠が増えてまいります。体温について見てみます。この図は朝の4時から48時間を示していまして、日中が2回あるような形になっています。覚醒していって活動しているときは体温も高くなっていますけれども、夜間に眠っているときは体温も低くなってまいります。子どもが眠くなると手が暖かくなるという現象はよく知られています。手の皮膚温は入眠期に約 1.5 度上昇しますが、手足の皮膚温の、手足の皮膚の血管が拡張することで放熱が盛んになります。このような放熱の作用で深部の体温が低下してまいります。で、眠ったり起きたりする周期を調節するホルモンでありますメラトニンについてもこの図は示しているんですけども、メラトニンは日中抑制されていて夜間に増加してまいります。眠り時間のだいたい 1、2 時間前から増加して最低体温の頃に最大になります。自律神経活動は睡眠中に副交感神経活動が優位となりますので、特にノンレム睡眠では心臓血管系は落ち着いて体温や代謝も低下します。血圧、呼吸数、脈拍数ともに睡眠とともに低下していきまして、明け方覚醒に向けて上昇していくといった形になっています。レム睡眠の時には少し変動が見られます。睡眠中に分泌される代表的なホルモンとして、成長ホルモンや血糖値を維持するコルチゾールがあります。
メラトニンの分泌については先ほど少し触れましたが、眠ると分泌されるというよりも、時間になると分泌されるホルモンになります。強い光はメラトニンの分泌を抑制するので、朝、太陽の光を浴びるとしっかり目が覚めて、逆に夜、光を浴びると睡眠が妨げられます。夜にも光の刺激が多い現代社会では注意が必要です。最近ではスマートフォンなど夜眠る前まで使用するということで眠りにくくなるということも問題になったり、青や緑の波長の短い光の影響が非常に強いということで取り沙汰されています。夜間の光については意識的に避けるように心がけると良いのではないかなと思います。眠ったという感覚を睡眠感と言います。目が覚めた時の眠ったという感覚は、客観的に見た脳波などの睡眠を反映していまして、おおむね一致しています。普段の生活では睡眠感が非常に重要だろうと思います。年齢と睡眠の特徴について見てみます。年齢による睡眠時間の推移です。生まれて間もない赤ちゃんは1日16時間、17時間も眠っています。成長とともに睡眠時間は減少していきまして、成人では1日7、8時間ほど。非成人の睡眠の半分はレム睡眠ですが、レム睡眠は2歳くらいまでに急速に減少しまして、割合は4分の1になります。さらに50歳以降では、約1時間にまで減少します。一方、ノンレム睡眠は年齢とともに緩やかに減少しますが、全体として2、3時間程度の減少で、レム睡眠に比べますと変動は少ない状態になります。睡眠パターンを見てみますと、生まれたばかりの赤ちゃんは、睡眠と覚醒を昼夜の区別なく、2、3時間ごとに繰り返しています。生後3ヶ月頃になると、やや昼夜の区別が現れて、昼間に起きているようになります。6ヶ月ではそれがさらにはっきりし、1歳くらいになると、7、8割は夜間に眠るようになります。お昼寝を1、2回する形が1歳ぐらいだと多いかと思います。3歳ではお昼寝が1から3時間で、まあ、お昼に1回ぐらいになってきます。就学前にはお昼寝をしなくても夜の睡眠だけになりまして、睡眠時間が10時間から12時間になります。10歳代後半から、ちょっとこの図ではわかりにくいのですが、10歳代後半から、就床時間が遅くなり、睡眠層が後退する、後ろにずれるという傾向があります。高齢者では、早寝早起きで睡眠時間が短くなり、再び昼寝をする傾向があります。10歳頃は男女とも朝型ですが、その後夜型化しまして、女性は19.5歳、男性は21歳が夜型のピークとなります。その後、再び朝型化します。10歳代後半から就床時刻が遅くなり、睡眠層が後退するということを先ほど述べましたけれども、この傾向は結構、社会生活にも影響があります。老年期まで男性の方が夜型傾向が強く、老年期以降は男性の方が朝型傾向が強くなります。睡眠環境、特に心床内機構についてお話ししていきます。心床内機構とは、寝具を使用して横になった時に、体の周囲に形成される機構のことで、心床という限られた空間の温度、湿度、気流などの物理的環境を言います。気流は変化が少ないので、温度や湿度が測定されることが多いです。快適な心床内温度は32度から34度、湿度は40から50%と言われています。
心象内機構を測定するときの様子です。色振具と体の間の温度や湿度、この薄い部分ですけれども、ここを測定することが多くて、主に腰部や側部が選択されます。上掛けと体の間では胸部の部分を測定することが多いです。体の変化として脳波や心拍数や皮膚音や直腸音といった体温を測定することも多いです。これは睡眠中の心象内機構の変化を示した図です。黒丸が色振具と体の間を測定したもので、この下の図が心象内温度ですけれども、人が寝床の中に入ると、その体温で心象内温度が急激に上がっていきまして、ある程度で平衡状態になります。時々変動が見られていますが、これは寝返りなどの帯同によって変化しているものと思います。朝にかけて、体温が一旦下がって上昇していきますので、朝にかけてやや上がっているようにもあります。で、この上が心象内湿度ですが、人が心象に入るとすぐに上昇しまして、これは相対湿度を測定しているので、温度が上がると湿度がやや下がるということで少し下がっておりますが、おおむね平行した状態になります。で、この図ではこの白丸、あまり通常よく測定するというものではないんですけども、敷布団の下の部分、人が寝ている方ではなくて、床と、敷布団の間のところを測定しています。で、これを見ていただきますと、温度も、人が寝ると敷布団の下の部分の温度も上がっていきますし、湿度も上がっているというのが分かります。やっぱり、お布団を通して、人の体温や水蒸気が下のお布団から下へさらに移動しているということが分かるかと思います。これは厚生労働省が公開している健康づくりのための睡眠指針2014、睡眠12箇条の一部です。第6条に、良い睡眠のためには環境づくりも重要ですという項がありまして、そこで心象内機構に触れています。温度は裸で寝た場合、29度の環境で睡眠が安定という海外での研究結果も示されていますが、日本では湿度が高くて、また裸で寝るという文化的な違いもありますので、やはり温度については33度。心象内温度が、33度が快適というのが適当ではないかと思われます。また、高温多湿環境についても触れています。高温多湿の環境で寝具を用いない、裸の状態で比較したものなんですけども、29度50%、29度75%、35度50%、35度75%となっております。これは日本での研究結果です。で、35度75%という、非常に暑くて湿度の高い状態ですけど、この時は他の条件に比べて違いがありまして、覚醒が増える、それから深い睡眠やレム睡眠が減るという状態が見ることができます。29度75%くらいですと、日本の夏では想定できるような暑さではないかなと思います。高温多湿環境が睡眠にあまり良い影響がないということを、知っていただいて、環境調整考えていただけたらいいのかなというふうに思います。
これは体温を見たものです。体の中心温度である直腸温もの一番上が35度75%。少し図が見づらくて申し訳ありません。一番高くて湿度が高い時ですけども、他の条件に比べますと、体温の下がり方がまああまり下がらない、寝ている間も下がらないという状態が分かります。35度50%でも、まあ、29度の時に比べますとあまり下がってないですけど、さらにこの75%の時は非常に高いまま保たれているということで、睡眠時に体温の低下が見られるのは、代謝が下がって深く眠れている、体が休めているということを反映していると思われますので、高温多湿環境では体に負担がかかっているということがわかります。また、同じ35度であっても湿度が高い方がより暑く不快に感じていますので、湿度を下げるということが睡眠の質や体温調節、遮熱感や不快感への影響を軽減する効果があるとも思われます。寝具を利用する場合、この研究結果は裸で寝ているんですけれども、寝具を使用する場合は湿度を50%から60%まで下げることで、快適に眠れる寝室の温度については28度というふうに言われています。高齢者と若者の夏の睡眠を比較しますと、若者は季節による睡眠への影響があまりないことが分かりました。一方で、高齢者は春、秋、冬に比べて夏の睡眠効率が10%低下しています。睡眠効率というのは、お布団に入っている間の時間のうち、どれだけ眠っているかということなんですけれども、睡眠時間とも連動して考えていただいたらよろしいかと思うんですが、26度50%の室温では、高齢者の睡眠効率は83%。これはだいたい、快適な室温なのかなと思いますけども、それに比べて室温が32度50%。非常に暑い環境では、睡眠効率が75%に下がっていたという結果がございます。ので、高齢者の方が、環境の影響をより受けやすいということが、わかるかと思います。これは赤ちゃんの心床内機構なんですけども、3ヶ月から5ヶ月の赤ちゃんについて、季節ごとの平均値を示したものです。春、夏、秋なんですけども、夏の温度、これは背中の部分の温度ですが、平均値が35.3度、湿度は77.1%と、他の季節に比べて非常に夏の温度と湿度が高いということが分かりました。大人の場合は、湿度は季節差はあるんですけれども、温度にはあまり差が見られません。それは寝返りなどをしますので、それで結果的に調整されている温度がそこまで高くならないというところがあるかと思いますが、赤ちゃんの場合、この3から5ヶ月の赤ちゃんは寝返りをしませんので、ずっと同じ面が寝具に上にあるという状態ですので、その影響が考えられます。これは夏の赤ちゃんの一晩の心床内機構を示した図で、防水シーツをこの赤ちゃんは使っていました。この編みかけになっているグレーの部分は、赤ちゃん起きているところで、お布団の中にはいません。
授乳ですとかで、お母さんで抱き上げたりしている時間です。ここは20時から朝のお昼の12時ぐらいまでかな、の、時間経過を示してるんですけども、注目していただきたいのがちょっとわかりづらい図で申し訳ないのですけれど、ここの、ところなんですが、これは背中の湿度を示しています。この背中の湿度が100%のところで2時間ぐらい、ずっと100%っていう状態が、観察できました。これ先ほども申しましたけれども、大人の場合、寝返りをするので、100%の湿度がずっと続くというような状態を観察することはできないので、非常に驚きました。赤ちゃんも2時間ずっとその状態で寝ているといいますか、そういう湿度の中にいるということが分かった結果でございます。この時ですね、お母さんはエアコンを夏の時期で使っておられたんですけども、防水シーツを使っているということが、この状態にかなり影響しているのではないかなというふうに思われました。寝返りをしない時期の赤ちゃんは、先ほど高齢者も環境の影響が大きいということを申しましたけども、こういった赤ちゃんは非常に環境の影響を受けるのかなっていうことが感じられます。また、防水シーツは在宅ですとか病院などでも使われることがあります。防水シーツの使用で心床内湿度が高まるということは、他にも結果が多く発表されていますので、防水シーツを使うということは、必要最小限にとどめていただくのが良いのかなというふうに思います。で、これも赤ちゃんの結果なんですけれども、心床内湿度がさほど高くなかった一例の方です。湿度はここの部分なんですが、背中の部分の湿度が、先ほどの赤ちゃん70、100%となってましたけども、これ平均値ですけれども、70%とか50%台、これ一晩の平均値ですというふうになっておりまして、この赤ちゃんがどういった寝具を使っているかといいますと、中綿が綿といいますか、綿の布団を使っておられました。で、綿のお布団というのは、なかなか通常、流通にあまり載ってなくって、ネットなどでは買えるんですけど、珍しくて、この時調査をした方々の中で、19人データ取ったんですけど、お一人だけで、綿のお布団使ってたのはこの方だけでした。ですので、綿が非常に吸水性の高い寝具ということがありますから、その影響があるのかなということを考えております。多くの方はポリエステル綿のお布団を使っておられまして、ポリエステル綿は吸水性がありません。ですので、非常に蒸れる可能性があるかと思います。ただ、これは夏のデータですので、綿のお布団というのをお使いになった方はわかるかと思うんですけれど、吸水性はいいんですけど、それをさらにこう放出するといいますか、水分を溜めたままになってしまうところがあって、それが冷えると冷たかったりっていうことがありますので、冬はどうかなっていうことがちょっと心配といいますか、冬のデータがいるかなっていうふうに思っておりますけれど、現在のところまだそこの調査はできておりませんので、夏非常に心床内気候、特に湿度をコントロールする寝具としては、綿もよろしいのではないかというところで、お伝えしたいと思います。それで、赤ちゃんの寝具というのは短い期間しか使えませんし、ポリエステル綿のものを買ってしまいましたって言った時に買い直すっていうわけにもいかないなと思いまして、パシーマという、これは中綿が、精製の脱脂綿でできた
ものなんですけど、そのパッドを、お布団の上に敷くという方法でコントロール、湿度のコントロールできないかなっていうふうに考えまして、そのデータをいくつかご紹介したいと思います。で、この赤ちゃんは、お一人だけの、結果なんですけれども、この赤ちゃんは、いつもは大人用のお布団にお母さんと添い寝をされてまして、で、この場合もですね、8月のある日ですけれども、100%の湿度になっている時が、数時間ずつ観察されました。で、これは綿のベビー布団を使ってもらった時の、湿度の状態です。やはり100%まで行くことはあまりないので、見られませんでしたので、綿のお布団というのは湿度の調整にある程度効果的だなということが分かります。ここはパシーマという先ほどの、ご紹介した、敷きパッドをポリエステル綿の布団の上に敷いた状態です。この場合もあまり高くなりませんでしたので、綿布団ではなくて、綿布団を買わなかったという方が上に敷いて使うのにはすごくいい素材ではないかなというふうに考えております。で、これは別の赤ちゃんなんですけども、これは脳波ではなくてアクチグラフという動きを感知して睡眠状態を判定する機械を使っているものなんですが、ポリエステルのパッドと、綿のパッド、これは先ほどのパシーマーですけども、それを使った時に、睡眠も、長く寝ましたよという結果です。これも一晩ずつのものですけれども、何日間かお母さん方にこういった寝具を使っていただいて、感想を聞きましたところ、このパシーマを使った時よく寝た気がするというふうにおっしゃる方が多くおられましたので、湿度の調整という点でも、また睡眠への影響もいいものがあるのかなというふうに感じております。夏の環境について、まとめておきます。夏は快適な心象な気候を保つためには空調の使用が必要になります。人体と寝具の間に適度な隙間を作る寝具。例えば今回紹介しておりませんが、寝ござですとか、麻の素材のシーツなども効果があるのではないかなと思います。また、隙間があるマットレス、それから吸水性の良い寝具、先ほどご紹介したパシーマなどは、心象内湿度の低下が見られるので、好みや使用感に合わせて使っていただくのもいいかなというふうに思います。では、次に低温環境についてお話しします。寝具をしない場合は、湿度が29度未満になりますと、覚醒が増加し、レム睡眠が減少します。深い睡眠には影響はないのですが、覚醒は後半で増加してきます。寝具を使用した場合は、13度から25度で、睡眠には差は見られません。睡眠が最も良かったという範囲は16度から19度、これ室温ですが、良かったという報告があります。これは春夏秋冬に寝つくまでの時間を調査したものです。この白い棒グラフは、深い睡眠に達するまでの時間。で、この黒い方が寝つくまでの時間なんですけれども、深い睡眠に達するまでの時間というのは、これは
お一人ずつの結果なんですけども、まあ、どちらの方も季節による違いはないようなんですが、冬は寝つくまでの時間が非常に長くなっていまして、他の季節より長くなっていまして、まあ、この方は10分程度かかっています。布団に入った時と眠り始めた時の寝床内の足元の温度を比べたものです。お布団に入った時と眠った時ですね。眠りに入った時の寝床内の、これは足元の温度ですけれども、だいたい22度から25度なんですが、お布団に入った時は冬は15度という状態です。つまり冬には22度くらいまで足元の温度が上がらないと、まあ、眠りにつかない状態なんですけども、それにまあ時間がかかるので、他の季節より寝つくまでに時間がかかるということが考えられます。そうすると、まあ、足元を温めるのが良いのではないかなと思うんですけれども、寝床内を温める寝具としまして、電気毛布の報告がありますのでご紹介したいと思います。これは電気毛布を使用した場合としなかった場合の寝床内気候を比べておりまして、こちら側が寝床内の温度、こちら側が湿度なんですけども、就床時の温度、こちらの薄い線の方が使わなかった場合で、濃い線の方が使った場合なんですけども、電気毛布を使った時が、やはり温度がすごく高くなっていて、まあ、特に眠りについつく最初の前半のところっていうのは高く保たれています。で、湿度は低く保たれています。で、この電気毛布は、今はそのようなタイプがあるのかわからないんですけれど、朝方からこう体温が上がっていくというのは自然な経過ですので、それをサポートするために、寝具自体、電気毛布がちょっと温度設定を高くしますっていう 明け方になると高くなりますっていうタイプなので、ちょっと明け方にも変化が見られています。温度が高くなって、ここは湿度が低くなってっていうことが見られていますけども、まあ、特に前半部分温度が高いっていうところが、電気毛布を使用した時の状態かと思います。その際の体温と心拍数の変化です。体温もしない、使用しない場合に比べて高くなっておりまして、心拍数も使用しない場合に比べて高くなっています。これはまあ先ほど夏の時にも申しましたけれども、体温がしっかり下がる、で、心拍数も緩やかになるというのが、体がしっかり休めている状態、よく眠れている状態となりますので、電気毛布を使って、まあ、特に中盤ですね、体温が下がらないっていう状態は、十分に体が休まらないっていうことを、可能性があるかなというふうに思います。で、電気毛布を使用したときは、お布団に入ったときは暖かくて快適でも、まあ、その後は暑くなって不快を訴えたり、目覚め感が良くなかったというふうに報告をされています。そこで眠るときに、まあ、眠る前まで電気毛布でお布団の中を温めておいて、眠るときにはスイッチを切ったらどうかというのを見てみました。で、若い女性と中高年の女性を対象にしています。で、左側が足の部分の温度と湿度。右側が胸の部分の温度と湿度を示しています。睡眠中の胸部の寝床内温度は、まあ、33度ぐらいで、差が、あ、すいません、この下のところですね。差があまりなかったんですけれども、足元の寝床内温度では、高齢の女性で低くなっていました。
で、この図では示されていないんですが、皮膚温も低くなっていました。で、睡眠の質問し調査では、まあ、概ね良好な状態だったんですけども、睡眠維持の因子で高齢の女性の方が良い結果が出ていまして、若い女性の睡眠はそれほど良くはなかったです。で、平均皮膚温や心床内温度が高かったことと照らし合わせますと、この条件は若い女性にとっては暑すぎたかもしれませんというふうに考察をされています。で、電気毛布を使う際に寝具内を加温しておいて、眠るときには切るという方法は、入眠をしやすくさせて、一晩中使用するよりは体に対する負担を軽減すると思われるんですけども、まあ、これも年齢などによって適切な条件が変わってくるのかなと思いますので、ご自身に合った方法、まあ、加温の方法も含めてお考えになるといいのかなというふうに思います。では、冬の環境についてまとめておきます。室温が10度未満になると、深部体温は低下が大きくなりますので、空調による調節が必要になります。高齢者では寒さに対して、空調よりも着衣や寝具の増加、あるいは電気毛布の使用などを好む傾向にあるようです。この場合、周辺の気温、室温が低くて、お布団の中だけ暖かいっていう状態は、トイレなどで起きる機会も高齢者の場合増えますので、その時に、まあ、急激な温度の変化にさらされて、脳疾患関係の疾患が発生するリスクが増えることが考えられます。で、高齢者の場合は、冬にも最低15度から16度の室温を維持することが望ましいと思います。また、冬に空調機器を用いると、空気の乾燥が強くなるので、加湿器の使用等も検討すると良いと思います。空調よりもパネルヒーターなどを使うというのも一案です。電気毛布などの加温する寝具は一晩中使うのではなくて、スイッチを切って使う、など、体への負担を減らす工夫をすると良いと思います。で、手足の冷えが原因で入眠に困難をきたす女性は多いのですが、心床内の加温は心床前から就床30分程度にとどめて、一晩中使うということは避けるのが良いと思われます。年齢による、あるいは季節による睡眠の特徴と、心床内機構についてお話ししてきました。お一人お一人の睡眠環境の調整に役立てていただけますと幸いです。ご清聴ありがとうございました。